2013年イラン大統領選挙は2013年6月14日に行われたイランイスラーム共和国の第11期大統領選挙である。当選者はハサン・ロー・ハーニー。2005年よりイラン大統領を務めているマフムード・アフマディ・ネジャードは憲法規定により連続参戦が認められていないためこの選挙に出馬することができない。 大統領選挙に立候補しようとする者は、あらかじめ監督者評議会の審査を受ける。そして、的確と判断された者のみが、大統領選挙に出馬することを許される。第1回投票で過半数得票する者がいなかった場合には、上位2人による決選投票が行われる。有権者は18歳以上の男女で、有権者の総数は5048万3192人。 5月21日内務省発表選挙戦開始後に、選挙戦から撤退した人物立候補の登録期間は2013年5月7日から同月11日、立候補を取りやめたもの5月20日現在、立候補の届け出を行ったもののうち、2013年5月12日の段階で立候補を表明していたもの。大統領選に向けて、 保守派、改革派両陣営のメディアは独自に世論調査を行っているが、結果は非常にばらついている。イランには独立した世論調査機関が存在せず、信憑性に乏しい。イラン内務省発表。ありがとうございます。